母のないことこのない母とは、坪井久史による小説、またはそれを原作とした映画、テレビドラマ。もともと1948年に毎日小学生新聞史上で海辺の村の子供たちというタイトルで連載された作品で、1951年11月に解題され公文社より単行本が刊行された。 終戦直後の小豆島を舞台に家族を失ったある女性と母親を失った兄弟の交流を中心に島に暮らす人々の生活が描かれている。作中には坪井の故郷である小豆島の風土とともに背景として埼玉県熊谷市の風土が多く登場するが、これは彼女の妹夫婦が熊谷に在住していた縁によるものである。1952年に 坂道と共に第2回芸術戦勝文部大臣賞を受賞し、同年に映画化された。また、数度のテレビドラマ化もなされており、本作品を含めた、つぼいの著作を再構成した、明日の風が、NHK 連続テレビ小説の枠内で1962年4月2日から、翌1963年3月30日まで、同じく、海の音が、 TBS テレビで1965年2月1日から7月30日まで放送された。太平洋戦争終結後の1946年、瀬戸内海に浮かぶ小戸島には戦火を逃れて、疎開してきた人々が多く暮らしている。お人おばさんも、その一人で少年航空兵に志願した息子を事故で亡くし、大阪大空襲で夫を亡くしたため、いとこの家の銅像を借りて暮らしている。 彼女は、世話好きの明るい性格のため、子供たちから慕われている。一方、埼玉県熊谷市から島に引き上げてきた一郎の一家は、お虎おばさんの土蔵では、手狭なため、峠を挟んだ隣の村に住んでいる。一郎たちは、終戦間際の熊谷空襲により焼け出され、軍の召集を受けて出生した父の帰国の目途が、立たずにいたところ、母が病気を患ってしまい、 療養も兼ねて、父の故郷の小豆島に越してきた。しかし母は、島の気候になじめず亡くなり、一郎と弟の四郎は、お虎おばさんの下に引き取られることになる。生まれ故郷の熊谷を懐かしむ一郎だったが、同じように戦争で家族を亡くした四郎をはじめとした、村の子供たちと出会い、島での生活に溶け込むうちに、徐々に明るさを取り戻していく。 やがて一郎の父が復員し、久しぶりに再会を果たすことができたが、父の再就職先はなかなか見つからない。見かねた一郎は父に対して、知人の多い熊谷に帰ることを提案するが、父は、島で生きていく胸を伝え、大人おばさんと四人での新しい生活が始まる、ところで物語を終える。劇団民芸と、新疆栄の共同制作で映画化され、 1952年11月4日より公開された。ありがとうございます。